令和3年11月14日凛太郎誕生日おめでとう。ええ、ちょっとフライングしててもええよ。ちょっとフライングしててもええから。誕生日プレゼント10センチフライングしといてもええわ。僕の弟もお誕生日なんですよ。どうでもいい。はい、では参ります。スクワットハイナローツリングラス予選第1ラウンド第1組スタートです。10秒前。いや、リンダロ5秒フライングしてもええよ。5秒フライング。さあ、スタートしました。スクワットハイナローツリングラス。誕生日プレゼント食らったな。さあ、トップで帰ってきたのはかっちゃん、2番手渡辺っち、3番手川澄選手、4番手藤原選手、5番手凛太郎選手。さあ、トップかっちゃん、赤白のマシーン。2番手争い、渡辺っち VS 川染選手。さあ、藤原凛太郎もいいペース。さあ、このペースを維持してレースは残り2分10秒です。残り2分10秒スクワットハイナローツーリングクラス予選第1ラウンド第1組。第2組の方ご準備してお待ちくださいね。第2組の方、掃除台後ろでくじ引きしてお待ちください。レースは残り2分です。トップかっちゃん、赤白マシン、2番手渡辺っちが後方 1.9 秒、約2秒の距離。3番手川染選手が 0.8 秒後方、その後ろ凛太郎が 0.6 秒、藤原選手が 1.7 秒後方、5番手。さあ、まもなく3分間周回レース半分が過ぎようというところ。残り1分30秒さあ、おっと、さあ3位争いだ。川染 VS 凛太郎がテルツノーズ。レースは残り間もなく2分経過の1分というところ。残り1分5秒ですね。さあ、トップかっちゃんがストレートから1コーナーに入っていく赤白のマシン、2番手渡辺千が白蛍光グリーン、3番手争いだ。白地に赤いラインが入ったマシンが川染選手、3番手すぐ後ろ黄色黒白が凛太郎。あっと、渡辺千が戻った。ナイスマーシャル、ノーハンド、ノーハンドマーシャル。あ、結構これいけるかもしれないですね、みんな。自分の、いや、自分のマーシャルのとこで売れたんか、いやいやいや、ゲンちゃん。ただ走ってる車もラインずれるやろけど。残り間もなく30秒です。立ってる車はそれでいけるかも。さすがかっちゃん、さっきまでレースのこと忘れてくっとしょうもないバカ男子ばかりしてたのに、いきなりでよう走るんだ。ラインでスケジュール上がったのも、もう忘れるぐらいクソバカ話してたのに。さあ、残り10秒です。さあ、トップはかっちゃん、もうね、スイッチ入るんですよね、こうエキスパート的な感じの人は。はい、タイムアップでゴールです。かっちゃんトップゴール、16ラップ1秒46。さあ、2番手に川染選手入りました。3番手凛太郎、4番手藤原、5番手渡辺千。はい、お疲れ様でした。続きまして第2組ご準備ください、ご準備ください。続きましてスクワットハイナローツーリングクラス予選第1ラウンド第2組、出走ドライバーはカズちゃん、ワッタン、浮谷選手、浅川選手、勝田選手、以上5台走行です。ではスタート。10秒前。さあ、スタートしております。序盤の30秒が間もなく経過しようというところ。トップはワッタン、白ピンク色のマシン、2番手勝田選手、3番手カズちゃん、白青が
勝田選手2番手、3番手そのすぐ後ろグリーンのマシンか片山選手、4番手浅川選手、おっとあっと転倒、さあ美味しい展開やっちゃいました。これトップ入れ替わり、白青勝田、グリーンカズ、白地に黒い模様の入ったマシンが浅川選手3番手、4番手白ピンクワッタン、5番手ブルーメタリックアウキャ選手。レースは残り2分です。1分経過いたしました。スクワットハイナロープリンクラス予選第1ラウンド第2組、はい、第3組の方さあ残りは1分30秒、折り返し点を過ぎました。トップは依然勝田選手、白青のマシン、現在計測駆け上がりからストレートに入っていく、その後ろグリーンのマシンが片山選手。さあ先ほどトップゴールの第1組トップゴールかっちゃんが16ラップの3分1秒でしたが、さあこのペースにどこまで迫れるか、残り1分10秒です。さあ間もなく2分が経過しようというところ、3分間周回レース、トップ勝田、2番手数がストレート2台、さあここにワッタンが3番手、2番手の背後迫ってきた、4番手浅川、5番手浮谷、残り時間1分切りまして残り45秒です。残り45秒、スクワットハイナローツーリングクラス予選第1ラウンド第2、おっと一台電動車2コーナー付近、さあラッキーで戻った、おっとさあカズミスター、これで2番手ワッタン2番手まで帰ってきたぞ。レースは残りなんか大きい見えない物体がいたな今な。さあワッタンカズがポジションキープですが、前勝田が逃げていく、残りは間もなく15秒、さあ残り10秒のコール、トップ勝田、2番手ワッタン、3番手カズ、4番手浅川、5番手浮谷。さあピッコルゴー、レース続行中、はい、電車これでトップゴールは勝田選手、16ラップ3分9秒05。おもんないの早い。おもんなくなるの早い。では続きまして第3組、出走ドライバーは赤木選手、森山選手、尾崎選手、店長鴨選手。はい、ではスタートします。スタート10秒前、向こうも。はい、トップでの尾崎さん、2番手鴨さん、3番手森山さん、4番手が店長ね、5番手赤木さん。はい、トップ尾崎さん、2番と鴨さんの差が 1.7 秒、これで1位と2位の差が変わらへん 1.7 秒、3番手が森山さん、4番手店長、5番手赤木さん、残り2分。ベストは店長が一番早い。1位と2位は妻だか、これでトップは尾崎さん、2番手鴨さんの差が1秒、3番手も勝てね、森山さん、4番手店長、3番手森山さん、4番手店長の差がコンマ8秒、
次大仏もあったぞ。ああ、これでミスった。これで3番でガガと3番で店長。4番手が森山さん。5番手が赤木さん。トップ尾崎さん、2番手鴨さんの差がこれで、広がってるかな。あ、店長こけた。差が 1.7 秒。残り60秒。赤木さんが4番手、5番手森山さん、トップは変わってないね。トップは尾崎さん、2番手鴨さん、1位と2位の差がまだスマタかな。1位と2位の差がこれで 1.3 秒。3番手が店長、4番手が赤木さん、5番手森山さん。トップ尾崎さん、2番手鴨さん、ちょっと詰まってきたかな。まだもう一緒入るか。入った、これも入った、はい、店長ゴール、はい、赤木さんゴール、はい、森山さんゴール、はい、尾崎さんゴール、鴨さんゴール、はい、電車ゴールです。トップ尾崎さんでした。5分、はい、操縦台1から3の方、前列グリッドです。ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組、出走ドライバーは、勝谷選手、凛太郎選手、渡辺っち、ウアー選手、勝田選手、川染選手、以上6台走行です。はい、はい、ありがとうございます。では参ります。スタート10秒前。さあ続きまして、スピード域が上がります。ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組。まもなくスタート。さあスタートしました。さあ一体クラッシュ。走ってる車優先ね。カモさん行ってあげて。はい。さあトップ。勝田選手、2番手川染選手、3番手凛太郎選手、4番手ウアー選手、5番手渡辺っち、6番手かっちゃん。さあこれで渡辺っち4番手、5番手ウアー、6番手かっちゃん。あ、1台クラッシュ止まってます。大丈夫、復帰した。はい、順位の方整理します。トップは白青のマシン勝田選手、現在計測駆け上がりからストレートに入ってくる。その後ろ、白地に赤いラインの入ったマシンが川染選手、2番手、3番手黄色いマシンがウアー選手、4番手渡辺知事、白蛍光グリーン、5番手かっちゃん、白赤、6番手白凛太郎。レース残り時間は間もなく2分となります。序盤の1分が経過いたします。ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組。さあトップ勝田選手が中央セクション、後方2番手川染選手が 1.7 秒、3番手に黄色いマシン宇和選手 2.4 秒後方、4番手渡辺知事、5番手かっちゃん、6番手凛太郎。レース残り時間は間もなく折り返し地点です。3分間周回レース残り1分30秒。トップ勝田、2番手川染、さあここ縮まってきたか、1秒というところでしょうか。おっと3番手、さあクラッシュ、絡んで、さあキープ、いやー入れ方。さあ3番手渡辺知、4番手かっちゃん、5番手ウア、6番手凛太郎。さあ1位2位が抜けてる展開になった。トップ勝田、2番手川染、1秒差。3番手は間が空いて渡辺知が後方 5.3 秒、渡辺知3番手からが近いぞ、かっちゃん、ウア、凛太郎の順、それぞれ 0.7 秒前後の距離。レース残り時間は間もなく残り1分。さあトップ勝田、2番手川染、1.7 秒。さあ3番手争いはどうなった。3番手渡辺知、4番手かっちゃん、5番手ウア、6番手凛太郎。残りは40秒です。残り40秒。さあトップ勝田選手が、これは美味しい展開になりましたね。いや1コーナー刺さった、勝田やっちまった。さあトップ川染、さあ白赤、川染選手アウディ R8 でトップ走行。
ああ勝つさやっちまった。2番手3番手渡辺チー、4番手うわ5番手かっちゃん、ここは近いぞ。345さあ1台転倒、残りはまもなく10秒です。残り10秒。さあ残り3、2、1のもう一周ね、勝田選手もう一周、次からゴールです。3分経過、まずは渡辺チゴール、かっちゃんゴール、ウワゴール、リータロゴール、レース続行中。おっとっと、さあトップ川染選手に勝田選手で電車ゴールです。トップゴール川染選手は18ラップ3分9秒33。さあトップ争いも最終ちょっと浮き足立っちゃいましたが、さあワイドツーリングクラス予選第1組終了しまして、第2組の方ご準備の方お願いいたします。続きましてワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組、出走ドライバーは増瀬選手、ワッタン選手、片山選手、森田選手、浅川選手、藤原選手、以上6台走行です。第1組のトップゴールは18ラップ3分9秒。予選第1ラウンドまずはのターゲットタイムです。はい、よろしいですか。では総10台くじ引き1、2、3の方前列グリッドにお付きください。はい、第3組の方はご準備してお待ちくださいね。大丈夫。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それでは参ります。スクワットハイワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組、3分間周回でスタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。前列最内ワッタンが非常にいいスタートだった。白ピンクのマシントップ、2番手白赤の丸ボードがマス選手、3番手白蛍光イエロー蛍光ピンクが藤原選手、4番手白、あっとさあ2クラッシュだった。さあこれで2番手入れ替わりでトップワッタン、2番手に浅川選手上がってきた。3番手、森田、4番手藤原、5番手片山、さあマス選手はマシントラブルでピットインか。さあトップワッタン、スタート直後から単独抜け出てきた。白ピン、蛍光ピンクのマシン、あっと危ない危ない。2番手浅川選手、さあこのラッキーを生かしていきましょう。後方 2.8 秒です。3番手森田選手が 1.9 秒後方、4番手藤原選手が 0.7 秒後方、5番手片山選手が 1.7 秒後方、増瀬選手がピットインから帰ってきた。さあ各社それぞれ距離のあるレース展開になりました。近いところは3番4番森田藤原が 0.8 秒1秒切っている距離、いやミスった。さあこれで藤原が3番手に浮上、4番手に森田、そのすぐ後ろにはカズちゃんも来た。レース残り時間は1分45秒です。3分間周回です。まもなく折り返し点半分が過ぎようというところ。トップワッタン、白蛍光ピンクのマシン、現在ストレートから1コーナーに入っていく。2番手浅川選手は後方 4.0 秒差、1コーナー下がってます。さあ森田、カズ、藤原が近いのか、いやカズミスター。さあ森田選手はオレンジ色のマシンですね、現在ストレートを走るオレンジ色に白いウイングのマシン、そしてその、3番手が森田選手ですね。4番手片山選手はその後ろ、いやミス。さあ藤原突っ込んで、さあ戻れない戻れない、残りは1分となります。3分間周回レース2分経過いたします。おっとさあクッションが響いた。残り1分、残り1分、トップワッタン、2番手浅川、3番手森田、4番手片山、5番手藤原、6番手マセ。レースの方は間もなく残り35秒ですね。さあワッタン、これ決まってますよ。残り30秒。暫定ポール更新ペース、さあ何もなければ暫定ポール更新ペースはトップワッタン、白蛍光ピンクのマシン、この実況でプレッシャーがかからないかどうか。さあそして2番手浅川選手も悪くないぞ。残り10秒。ラスト10秒。さあトップワッタンがもう一周入っていく。
18ラップ目の何秒で帰ってくるか。さあここでタイムアップ。浅川ゴール、マッセゴール、あれ。さああと3台ゴールゴール、はい、前者ゴールです。トップゴールはバッタン18ラップ3分10秒63、暫定ポール更新はならず。はい、続きまして第3組の方ご準備ください。第3組出走ドライバーは浮谷選手、今村選手、達也、尾崎選手、赤木選手、鴨選手、森山選手。操縦台を決めいただきましたらウォーミングアップランでご覧ください。ウォーミングアップランでオーバーステアがきつい場合などはほんまね、1、2高く落とすとか、ジャイロを1、2増やすとか、まあ、そういうおまじない程度でも案外レースでは効いたりしますね。いいですか。はい、じゃあスターティングリズムにおつください。自分で出てくださいね。123の人ね、大丈夫です。では参りたいと思います。スクワットハイ予選第1ラウンドワイドスリングラス第3組スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。うまいこと絡んだな。はい、ここからね、絡んだ後ね、もうオープニングラップなんか絡むんで、うわ、絡んだ後ね、絡んだ後丁寧にいきましょう。あーっとプッシュ、あー引っかかった。走ってる車優先ね。はいはい、走ってる車優先で落ち着いていきましょう。はい、順位整理しますよ。トップ変わったのね、これで。ムツミンには予選は1回で十分やん。んなもん、予選なんか2回やってられへん、ダルビッシュも。トップ、浮谷、ブルーメタリックのマシン、現在ストレートから1コーナー、2コーナー、消えた、消えた、魔法のように消えた。さあ、これで1コーナー、いや、トップ入れ替わったか。ちょ、みんなレースやから、これ、あの、好きに走ってクラッシュしてへんちゃうから、もっとゆっくりでもええから、落ち着いていきましょう。みんな一旦落ち着こう、一旦イベントプロ超えて深刻でしょ。その方が多分タイム残るかもしれん。さあトップ赤木選手、赤木選手どれ車、真ん中白いやつ、オールホワイトな、オールホワイト。さあ赤木選手がトップ、現在中央セクション、ボディもウィングも全部白。おっとさあプラッシュ、あっとマシントラブルだ、マシントラブル、回収したくて、あー、フロント、右フロントがブルブルになってる。残り1分です、残り1分。トップ赤木、2番手浮谷、3番手森山、4番手尾崎、5番手加茂、6番手今村。さあ残り45秒。さあトップ赤木、浮谷越えができるのか。このまま行ったらいけそう。残り30秒。さあトップ赤木選手、後方浮谷選手との距離はこれで5秒ありますから、もう残り間もなく20秒です。3番手には森山選手、これ浮谷森山近いのかな、まだ近くなのか。はい、4番手尾崎、5番手加茂、6番手今村。ラスト10秒切りまして、残り5秒です。4、3、2、1の戻して、もうもうええわ、行って行って、もうええよ、時間使ったんで、赤木鴨ゴール、森山ゴール、尾崎ゴール、浮谷ゴール、はい今村電車ゴールでトップゴール、赤木選手16ラップ3分4秒07。なかなかバタバタしましたね。
さあ、これで予選第1ラウンドワイドツーリングクラス終了しまして、インターバル5分間です。5分後オープンクラスの予選参ります。あ、全然大丈夫です。はい、では定刻です。続きましてオープンクラス予選第1ラウンド第1ヒートに参りたいと思います。第1組出走ドライバーは、勝谷選手、渡辺選手、凛太郎選手、渡辺氏、宇和選手、勝田選手。1番エントリー。6台走行ご準備ください。2番エントリー。はい、よろしいですか。ではスターティングリッドにお付きください。スクワットハイオープンクラス予選第1ラウンド第1組、はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それではスタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。さあ、オープニングラップトップで帰ってきたのはカッタン、2番手ウワ、3番手カッタン、4番手ワッタン、5番手リンタロウ、6番手渡辺氏。さあ、タイエスが序盤整いましたか。トップカッタン、2番手ウワ、3番手カッタン、4番手ワッタン、5番手リンタロウ、6番手渡辺氏。おっと、さあ、クラッチ型か。さあ、順位整理しますよ。トップカッチャン、2番手カッタ、3番手バッタン、4番手リンタロウ、5番手渡辺七、6番手ウア。さあ、2番手、残り2分です。1分経過いたしまして、トップカッチャン、2番手争いが近いぞ。カッタ、バッタンが 0.1 秒差だ。そして4番手凛太郎、5番手渡辺七。おっと、ここも入れ替わり。いやー、再び入れ替わり。さあ、凛太郎、渡辺七が再び4番、5番、6番手に宇和選手。さあ、トップかっちゃんがスタート直後序盤から逃げの体勢。2番手グループ、まだまだトップ見えているぞ。 1.いや、1秒差というところでしょうか。トップかっちゃん、2番手勝った、1秒差。そのすぐ後ろ、3番手にバッタンが 0.3 秒つけている。さあ、この周 0.9 秒。4番手凛太郎、5番手渡辺七。さあ、やり合ってはいけない。タイムを2人で上げなければいけない。6番手に成功を許します。1コーナー、戻すとこ。残り60秒。はい、残り60秒です。マーシャルの方はとにかく人間を一番大切に、自分の身は自分で守る感じで。さあ、残り45秒です。残り45秒。トップカッチャン、2番手カッタ、3番手ワッタン、4番手渡辺チ、5番手リンタロウ、6番手ウワ。残り時間30秒です。残り間もなく20秒。トップグループが1コーナー、2コーナーに入っていく2台。前を走る白地に赤い模様の入ったマシンがカッチャン、その後ろ白青のマシンがカッタ選手。その差 0.3 秒差。3番手にはワッタン、白蛍光ピンク、4番手渡辺七、白蛍光グリーン、その後ろ白のマシンがリンタロウ。もしもし、まだですよ、レース走行中。はい、自転車ゴールでストップゴールはカッチャン、19ラップ3分10秒フラット。ああいうとこやな。はい、では参ります。スクワットハイオープンクラス予選第1ラウンド第2組、3分間周回でスタートです。スタート10秒前。
1周目トップで帰ってきたのは浅川、店長片山、睦美、中木、森田、染谷。あ、おっとっと、飛んでる。さあこれで、さあどうだ、片山店長、あ、違う、転倒。片山店長、染谷、睦美、赤木、森田、浅川。ちょっと待って、ちょっと待って。さあ、ここ帰ってきて。さあ、1位、2位の差は、コンマ9秒。1位、片山、2位、店長。残り2分。さあ、残り2分を切りました。3位は、染谷。4位、森田。5位、睦美、6位、浅川、7位、中木。おっと、ちょっと、ラッシュがありました。さあさあさあ、どうだ？それで、片山店長の差はコンマ7秒。残り1分30秒。折り返し。さあ、片山。店長、あ、片山染店長、森田、浅川、睦美、赤木。さあ、ここで帰ってきて、さあ、間もなく残りが1分になります。残り60秒。さあ、お、トップは染谷、2位が片山、この差が 0.6 秒。で3位店長、4位が森田、5位が浅川、6位が睦美、7位が赤木。さあ残り40秒。森田が止まってる。さあ1位川染、残り30秒。2位片山、ああ1台転倒している。はい、ありがとうございます。おっとっとっと、これ片山が前に出た。さあ残り15秒。さあもう一周、もう一周、残り10秒。うちの、おっ、おった、はい、あっ、カメヤンゴール、はい、お疲れ様でした。オープンクラス予選終了です。はい、では5分後 GP6 クラス予選です。5分後 GP6 クラスです。はい、間もなくインターバル終了します。続きまして GP6 クラス予選第1組第1ラウンドの方ご準備ください。出走ドライバーは浮谷選手、赤木選手、尾崎選手、今村選手、綿崎選手、店長。操縦台くじ引きにてお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行いただいて結構です。1番エントリー結構バラバラやね。はい、では GP6 スタートします。スタート10秒前。トップを抜けたのは赤木さん、2番手尾崎さん、3番手が店長、4番手浮谷さん、5番手今村さん、6番手ワッタン。あとこれトップ変わって、トップ尾崎さん、2番手店長、ああトップ変わって、またトップ店長、2番手浮谷さん、3番手尾崎さん、4番手赤木さん、5番手今村さん、6番手ワッタン。Thank you.
店長のペースがいいぞ。はい、トップ店長、2番手浮谷さん、差がコンマ5秒。3番手赤木さん、4番手尾崎さん、5番手和田さん、6番手今村さん。1位店長、2番手浮谷さんの差がコンマ5秒変わらず。でもちょっとずつ近づいてるような気がする。この2台ベストほぼ一緒。ああ、もったいない。ケーブル気づけてね。止まるし、なんだっけみたいな。止まるし、結構簡単に止まるし。これで尾崎さんが6番手、今村さん5番手。あ、ここまでまた戻った。尾崎さんが5番手、今村さん6番手。トップは変わらず店長、2番手浮谷さん。3番手に渡さんが来た。4番手赤木さん、5番手尾崎さん、6番手今村さん。1位と2位の差はコンマ5秒変わらず。残り60秒。そうそうそう。不思議と、パッと見たら詰まってるように見えてても、うん、なんか見たらあんまり変わらへんからね。不思議。前にやっぱ出てきてる。あ、動けた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 。そう。トップは店長変わらず。2番手浮谷さん。1位と2位の差はコンマ2秒。でも3番手ワッタンが来た。もう店長の電池されてるから最初は元気で。残り10秒。だからこんだけあるからアルカリでやるのかなっていう。はい、次からゴール、次からゴール。1番、はい、ゴール2番、ゴール6番、ゴール4番、はい、あと1台、3番、ゴール5番、はい、電車がオールトップ浮谷さんでした。ではでは、予選第1ラウンド全行程終了です。インターバル30分の後、予選第2ラウンド行います。